テイルズオブエクシリア2やっていきます。それじゃあメインストーリーを進めていこうと思うんですけど、全チャプターのこちら読んでいこうと思います。兄の願い、弟の意思、ユリウスが明かした秘密、それはカナンの地に渡る唯一の手段、魂の橋を架けるには強い力を持ったクルスニクの一族、俺かユリウスの命が必要ということだった。この事実とともにユリウスは伝言を残していた。決心がついたらマックスバード、リーゼ校に来いと。待ってくれ、ユリウスの言う決心ってつまり。そうか、エルは魂の橋のことを知ってたんだ。あいつは俺が犠牲になると思って自分を身代わりにしたんだ。きっと偽物の自分は消えても仕方ないと思って。仕方ないわけあるか、エルは俺の相棒だ。俺はエルを助ける。そのためなら行こう、マックスバードへ。マックスバードで俺たちと対峙したユリウスの体はすでにタイムファクター化しかかっていた。どうせ死ぬなら意味のあることに命を使いたいと、ユリウスは自分の命で魂の橋を架けようとする。どこまでもユリウスは強くて正しいけど、ユリウスがタイムファクター化しかかってるのは俺を守るために力を使いすぎたからじゃないのか。そんなユリウスを俺はこの戦ってるシーンって、つまりオープニングのあの2サビのところ For you, yeah! のところのあのとこだったんだなと思って、あれちょっと細長いところで戦ってるんだけど、あれよく見たらそのマックスバードの上ら辺で戦ってるっていうことだったんだねって思いました。俺はユリウスと剣を交え、その世界ごとユリウスを破壊した。今なら俺にもわかるよ、あの何気ない日常、つまらない冗談の言い合いや口喧嘩、それに一緒に食べるトマトソースパスタがどんなに大切なものだったかって。ごめん、そして今までありがとうユリウス。カナの地へ向かって魂の橋がかかった。俺は進むよユリウス、ユリウスの時計と共に。はい、ということで、ユリウスの時計もね持ってるんですけど、こちらですね。こちらは蓋の裏に文字が刻まれている、時を巻き戻す針はお前の槍で止めろってあるんですけど、これね戦闘中にねアイテム欄にあるんですよね。そう、テイルズって基本的にこのグミ系と、まあ、このボトル系がリキュールボトルから下は戦闘中使えないんですけど、なぜかこのユリウスの時計はあったんですよね。何かに使うのかなという察しのもと、やっていきますか。いやー、決心いくよー。カナンの地移動しますか。はい。おお、わお、すごっ。平行感覚おかしくないし。どんな感じ？なんでしょう、あのモヤモヤ。ちょっと分子世界っぽいね。かなり嫌な感じだよね。ただの正気よ。正気なんだ。長く触れ続けたら未来は私でもやられちゃうけど。うん。言い方軽っ。超要注意でしょう。あれが正気。浄化が止まると溢れ出るのではないのか。正気は魂が循環するときに排出される。魂を侵食する毒素だ。本来はオリジンが抑え込んでいるはずなんだけど。やれやれ、そんなものの中を突き進むのか。すでにビズリーは進んだ。おそらくエルさんの力を利用して。なんかさ、あのいつものさ、ちょっと RPG の多すぎるけどさ、あのなんかこう仕掛けがあるんじゃないの。ラズダンは仕掛けがありがち。冷静に観察しましょう。あなたも気づいたようね。何？
今見えている景色は真実ではない。ほう、全然わかんない。クロノスの罠か。おそらく奴が空間をねじ曲げているのだ。床があると思ったけどないってこと。光が歪み幻覚を作っているのですね。戦うどころか歩くのもやばいな。どうする。私とミューゼならクロノスの力を打ち消しながら進めるだろうが、クロノスと戦う力は残らないでしょうね。次第の力で全身を覆えば自分の力を消費せずに進めるだろう、うん、でもそれだと。そう、先に進めるのは4人だけってことよ。そういう感じ。ルドガ、君が選んでくれ。行きたい人挙手制でお願いします。なるほど、ドラフト会議始まるのか。カナの地来ましたね。え、ラストダンジョンと思ってるけど、ラストダンジョンでいいのかな。その私的にはまあ一応借金全部返すっていう気持ちはあるんですよ。はいはい、こちらの。そのエクシリア2のキプレイシャーと話をした時に、借金ってそんな簡単に返せるものなのみたいな感じで言ったら、レベルを聞かれたんですよ。でレベルまあ70ぐらいかなって返した時に、いやまだまだ今じゃないって言われたんですよ。から今じゃないんだと思って今私ここにいるんですけど、まあ、クリア後っていう話なのかな。私ここラストダンジョンと思ってるけど、どうなんですかね。ラストセーブありますね。こっちは帰る道か。なんか聞こえる。あ、猫いる。そう、あと1匹なんだろうと。一応カナンの血なんかなとは思いつつ、ウィルウィル、あー、ウィル・クルスニクのウィルっていうこと？猫いた。そう、98だったんですよ。で、今99になって、これはカナンの血、これだ。これで猫がいるんですね。どうしよう、クルス、クルクルだったらどうしよう。クルクルかもしんない。いってらっしゃい。じゃあ、お話ししていきましょう。ルドが最後まで一緒だよ。なるほど、一緒に行こう、大精霊オリジンの元へ。なるほど。え、マジで、そのこっからラスボスまでよその4人で尽きるってこと。あ、でもそっか、そうだよね、今までだってあの4人で行ってきたもんね。そうだわ。ご指名とあれば、あらば、あればいい仕事するぜ、エルのためにもな。なるほど、ちょっとみんな自分自己アピールして、どんどん自己アピールして。エルを助けなきゃ、絶対に。そうね、やってやる。ノエンはジジイが恐れるのはただ一つ、置いてけぼりにされることだけですよ。ねえジジイ、それはずるいわ、それはずるいわ、さすがだわ。はい、レイヤは準備完了、気合満タン、いつでも行けるからね。レイヤらしいね。ガイアスは念のために言っておくが、俺を置いていくなど許さんぞ。この人直球できたんですけど。直球か、はい、あなたが望むならどこまでも一緒よ。あー、そうですね、私のさ、あの大多数のプレイヤーが選ぶものを選びそうなんだけど。いいですか。絶対に、うん、そうね、6割の人はこうなんじゃない。6割は言い過ぎか。でもさ、このラス弾が、ラス弾だよね、ラス弾がどのぐらいの長さにもよるんよな。喋りすぎ。ちなみに帰れない、帰れないのかな。ここでも最終セーブってこと、それとも仲間選んだりいけるんかな。エリーゼ一緒に来てくれる。
メリーで、あ、もうここで選ぶんだ。いやもうなんかさ、もうこう重度にミラになりますよね。おお、あ、ルルにもボーナス。ルルの分はサービスだそうだ。あ、サービスって言ってよかった。よかったね。落ち着いて足元に注意して進もう。それが一番の近道になる。うん、近づくまで歪みの有無は判別できないな。クロノスも手の込んだことを。怖がってたら一歩も前へ進めません。だから怖い気持ちに負けないです。なるほど、君たち喋るんだ。喋るんだったらこのボイス聞きたいなって思っちゃうのが私ですよ。いいですか、覚悟は。ちなみに戻れる？あ、戻れる。え、このここ最終セーブ、完全に最終セーブってことね。え、この状増えるんですね。チャット出るんですね。エルへのお土産。レイヤ、何を書いている？エルメモをちょっとね。エルメモ？エルがいない間にあったことのメモ。会った時話してあげたいから。エルへのお土産ね。私たちも何か用意しましょうよ。綺麗な石とか。ルドガーはあいつの好物を作ってやらないとな。うん。ガイアスはマント着て王冠かぶってあげるといいよ。ああ、確かにね、喜びそう。マントに王冠？エル、王様に夢見てるから。王様に助けられるっていうこと？私は、ミラーね。なんていう？お前はお前のなすことをエルに見せてやればいい。確かにね。エルと約束しただろう。うん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 。あ、そうだったな。お、まだ増えるよ。やってみたかったなあ、ティポ。俺のことどう思ってる？すっごくイケメン、かっこいい、しびれる。これ杉田さん？おう、今のはどうやったのだ？口が全く動いていなかったわ。これくらい簡単簡単。前から一度やってみたかったんだよな。失礼。お、でも一番イケメンなのはダントツでローエンだけどね。おお、すごい、本当に喋っているみたいだったわ。恐縮です。エリーゼが真顔だけど。誰？私も。お腹すいたよ、ご飯食べたい。え、すごい。まあ、ミラ、素晴らしいわ。全皇帝ボットが。精霊の主様は何でもおできになりますこと。悔しいですが、相当な腕前と言わざるを得ませんね。そろそろエリーゼ喋っていいよ。そうか、初めてやったがなかなか楽しいものだな。もう少し練習すればもっとうまく。もうこれでおしまいです。ティポは腹話術のお人形じゃないですよ。僕の体をもてあそぶなんてひどい。あら、もてあそぶだなんて。それならもっといろいろなことを試してもよかったのだけど。いろいろって？近づいてきた。目が本気すぎて怖い。待って、あれ、待って、あ、違う、え、イバル、待って、増えてるってこと？え、終わったと思ったけど終わっていなかった。イバルが増えてる。この状況ですごいね、さすがだね。もう、普通だったらさ、あのままクリアするぞって直進すると思うけどね。すごいな。
待って、今思ったけどさ、私チャプターナンバーカナンの地侵入って言ってないよね。し、右上にねメインストーリーって出てないんだよね。で、セーブポイントがカナンの地前半っていう名前だったの。謎い。決着をつけよう、このオリジンの審判に。変わってる。え、じゃあもう見る今エクストラエピソード、エクストラエピソードいます。エクストラエピソード、その証を求めて。あれがカナンの地。うん。お前たちはあんなものに関わっているんだな。イバル、クランスピア社は。クビだ、当然だろ。そっか。え、どうしたジュド。そんなわけでニアケリアに帰ることにした。うん、本来それだし、私はそれがいいと思うけどね。動物たちの声も恋しいしな。うん、村の人もなんかイバル元気にしてるかなとか心配してたよ。俺たちのせいで悪かったな。元気でな。元気でな。自分の心配をしろよ。カナンの地とやらの方がよっぽど危険だろう。ジュード、俺は俺だけのなすべきことを見つける。うん。お前は俺よりちょっと先にそれを見つけた。それだけだ。うん。それが見つかるまでニアケリアのことを頼んでもいいだろうか。もちろんです、ミラ様。あなたの家族として必ず。ありがとう、イバル。吹っ切れたようだな。うん、よかった。はい。何ですと。状況は分かりました。早急に対策を講じます。どうした。ガンダラ要塞のゴーレムが暴走しました。一応まだ保管してたんだ。現在複数体がカラハシャールに進撃中とのことです。ゴーレムがカラハシャールに。ドルシェルが危ない。暴走ってなんで。要塞を巨大竜巻が襲ったのです。巨大竜巻。シェル解放の影響か。ああ、霊星が不安定ってこと。ええ、あちこちの霊星が不安定になってるから。竜巻の進路を変えるためゴーレムを緊急出動させたのですが、竜巻に伴う急激な磁気変化がゴーレムの制御術式を損傷させたものと思われます。ああ、なるほどね。で、新型もか。例の新型、すごい小声で言った。はい、開発者たちはちょうどいい試験だと思ったようで。能力のリミッターは二重に施してあります。しかしリミッターを制御していた術者は竜巻に巻き込まれ死亡したそうです。マジか。外れた可能性が高いということか。めっちゃ喋ってる。急ごう、早く行こう。暴走ゴーレムを止めたい。うん、力を貸してほしい。うん、カナンの地はもうちょっと待ってくれるよ。わかった、ルドガ、僕たちも行こう。ゴーレムはただの魔物じゃないんだ。うん、分かった。ありがとうございます。オンに切る。ん、ルドガ、ジュード、ミラ、ローエンはカラハシャールのドロッセルに知らせてくれ。はい、最終防衛線を設定し対策本部を設置します。他の者は俺とタラスカイドウへ。手分けをしてゴーレムの進行状況を探る。はい、先行します。ナイス。ブースターの調達は任せてくれ。頼む。僕たちも急ごう。おーい、ゴーレムのことドロッセルさんに知らせなきゃ。うん、あ、カラハシャールへ急ぐぞ。お、いた、ドロセル。頼もう。あら、みんないいところに。ちょうどお茶の用意をしてたのよ。え、本当？今ヘイと話してなかった？それどころじゃないんです。え、暴走したゴーレムがカラハシャールに。我々が阻止に向かいます。お嬢様は
直ちにタラス街道を封鎖するよう商工会と自警団に連絡を。理由は竜巻の発生にしましょう。パニックにならないよう穏便に。近隣の小隊に伝令を出し帰還を要請して、発生する損害はシャール家が保証します。すごお見事です、お嬢様。迅速。さすがだな、ドロッセル。恐れ入ります、ガイアス王。ゴーレムの状況は？左右と中央3体に分かれて進んでいるわ。こっちもブースターを3つ確保した。3チームで当たれるぜ。わしらって3チームに分かれられるんだっけ？中央のゴーレムは見たことないやつだったよ。新型ゴーレムだ。新型？はい、治水花風4つの属性を操る強化ゴーレムです。ちなみに何で作ったか聞いていい？おそらくあれに対抗できるのは四大精霊を従えたミラさんだけでしょう。冗談でしょ。新兵器の開発は停戦条約で禁止されてたはずだよな。私が極秘の開発を提案したのです。なんで？俺が許可を出した。なんでそんな。考え悩みすぎるな、これ。そんなことだから戦いが終わらないんだってここで言ってもしょうがないもんな。右もしょうがないけど、外交には力も必要だよな。上がるんかい。国力差に加え、エレンピオスは人兵器や空中戦艦まで持っている。リーゼマクシアが対等に交渉するには力を示す必要があるでしょうね。そういうもんか。私も力だけが正しいとは思っていません。だが力を否定するだけでは力に飲み込まれてしまうのだ。けど使いこなせない力は自分を飲み込んじゃうと思います。返す言葉もありません。今回の暴走は警告なのかもしれませんね。とにかく大事になる前に止めないと国際問題になっちゃう。戦力バランスを考慮し策を立てました。お、新型ゴーレムのいる中央はミラさんにお願いします。援護でルドガーさん、ジュードさん、私がブースターでサポートいたします。はい。左翼はアルビンさん、エリーゼさん、レイヤーさんで。了解。ブースター任せていいよな。もちろんです。ドントウォーリー、ドントコーイ。頼もしい。ガイアスさんとミュゼさんは右翼のゴーレムをお願いします。問題ない、俺の責務だ。あんなの二人で十分よね。ドロステル、万が一の時は市民の避難を。はい、準備は進めますが奥が一も必要ないと信じています。奥が一って一般的な言葉なの？ブースターを入手した。冷静変化を起こし、ゴーレムの防御力を低下させるために使用するブースター。マッチのことは任せてください。ゴーレムの迎撃をお願いします。ん？もしもし、ジュードか？俺だ。おう、イバル。イバル？どうしたの？ニアケリア霊山で動物たちが扱いに迷うものを見つけてな。ごめん、こっちも緊急事態なんだ。何があった？それが四属性ゴーレムと皆様がこれも因縁か。ほう、わかった。場所はタラス街道だな。イバル、いや失礼だけどなんか大丈夫かなってえ、わかったって何が？ああ、始まった。大丈夫かな。時間がない、急ぐぞ。柔道。そうね、とりあえず言っても止まらないだろうし。さて、イバルはもう無事に帰ってたけどもまた会うことがあるのでしょう。それってどうだった。